というわけでさっきの続きやけどなそうあと先生最初から岸信介の身内たる岸信介とあとは隠れ政敵た,たる吉田茂敵視してたん最初からそうなんで三木武夫さんたちをあんなに後継者に指名したかそうら絶対天皇してくれって期待したんや。 うん、それがもう小泉さんだめぞでも小泉さんだめやったんやんキプでもだめやったんやそれを明るみにやった <laughs> そう当たります。むっちゃ叩かれてやる。あ,あいつらそう、水着の達あいつら改革する気も改革もする気もないんじゃあいつら規制強化やったん最初う。そう。ああ選挙は終わるとすぐ反対や潰してたんや皆さんないかおい 選挙終わった、急にクビになったとか、そんな悪霊の報告ないか。ないか、あるやろそういうの。ないか、それでクビになって。あともう一つね。失業保はもうもらわないよい,い自己都合扱いだと、三ヶ月の待機期間待って、な、さあ、時給が遅れるんや、は。九十日間もらえたとしても、無理なんや、さあ。もう加算してまえ、全部合わせて、もそう、六十二分か、五十二日。 しかもらえ,ねえもう残念だけどもう,もう早めに仕事させてくれ早めに戦闘な年金の督促状とか保険の督促状とか来るで来るから気をつけてねあと住民税はもう完全に支払いになるからああなるからね気をつけてね多分ね皆さんう長期間務めるそれをやめた方がいいよあと派遣会社にはあんま入らん方がいい逆に言うとやめた方がいい もう最悪、うこういうところにもあな売店とかあるやろ、こういうところ働いたのに、よく言うやろ、んで仕事を使うの製造業と。気をつけろ、気にしないで。サムも言われたことあるから、それ昔、製造業しか向いてないって言われたんや。はい、もう完全に職業差別。どうですか、厚生労働省の方ああ。これ完全に人権侵害ですよね。問題ですよね。 今の非正規雇用者それ悩んでると思うよ、派遣社員たち、それに戦われてるんでしょ、世間から。よく勝ち組とか巻き組あるでしょ、絶対ダメよ、使ったら、あの、なんで障害者、勝者って、ああの、勝ちと勝ち組と同じ意味なんか、なかなか聞いにんか,かって、でも大丈夫ですよ、こういう人たちが強いってことを証明してね、はいじゃああの、もしかして、配るって意味ですか意味にあるんや、残念だけど 表記でごまかしてる。通じや同じやん、平。同じやんやん、残念だけどこれ。なかなか当日でいや健常者ということはもう廃止してくれ。廃止して、結構で。あれを廃止した方がいいんじゃん、逆に。提案するわ。ああ、提案する。あとね、今、コロナで、何でででしょう。失業権の、うー、んまあ、自己都合。もう今回からもう見直したら一律で、もうこれ以降自己都合。 なっても1か月間の待機期間じゃなくてもう1週間の待機期間得てもう時空認めてあ一律ほんでもうこれ以外は120日間大抵は5年未満は、まあなもう十9 0日間しかもらえんねよこれはもう120日間拡大したらほんで5年以上とか10年だた人はもういいんやもう場合によっては1年分もらえるとかそれが検討せんとあか,かんね まあ今のこの自民党見直す気もないからな。現にあの特捜でも種ない方でも。全然強硬罪でもね、漢字の部分は抜けてるんや。それは昨日ちょっとねさっきの責任者とちょっとお話ししたんや、ね。別に君は大丈夫だろ。<laughs> そう、ちゃんと連絡を受けたん、ね、や。厚生労働省からそう多分君たちは多分接種は対象外じゃん。ああ 努力義務やから、そう応じるって言うけどそう、そう、そう、接種はないと思う、そう、聞いたんや、そ昨日も言ったけど、そう、これで聞いたけど、そう、ガネやけね、事業所、普通は集団接種しなんと、事業所内でやるんや、休憩所とか借りて、そこでなやるんや。そう、いいんや、例えばみんなコロナのワクチンでね、接種にちょっと行きつけの病院に行くので、今日は休ませてくださいって。 休みますってこれは書いていいんやちゃんと正当なもんやからそう接種拒否したら逆に言うと今度逮捕されるってことやもんあれ義務違反ってことで逮捕されるってことでその伝え方はな、ね、いしがいいってれでこの前の今月初めにやったあの隠れ抗議運動ねあれでも分かる通この前のことおりそうああ俺も言うと君たちは逮捕する可能性で,できたんや接種拒否の逮捕する可能性で,できたんや これは厚生労働省の奨励次第でんとかできるんや。奨励次第です、そう、努力義務なんで解釈上から言ったら、そう、知ってたんみんな、そう、表現がついてた国民の努力義務、そう、逆に言うと、みんな一緒に、そんなもん普通自己負担やろ、そう、インフルエンザワクチンでも終えて、公的助成してくれる会社も多いんやけど、残念だけど、それは、 さあワクチンに限って、今回に限ってはなん、よくなんかこで女性、それ嘘っぱちですからね。多分どこの医療機関、まあ不可能だと言うは無理ですね、多分保健所で、大抵はどこのも同じですワクチンでも、一回受けて、だね。大体、病院のところは高いので、安っぽくて、ないな高いので、うああいうクリニックで受け入ったら、あそこのは信頼できるわちっただし、 その効果効聞くのは8時間警戒行。そ実は入浴したらだめだよ、ね。じゃあ感染してもて逆に副作用で病気。可能性は気をつけてね。本当に要注意にね。特に学生、今受験とか、ね、とか、進級とまあ受験ねまあ何でもいいやん就職。試験も受験なんやん。とは進学でも、就職でも同じこと、それでも同じことですよ。でもね まあいいなさいよもう政治家になったら、言うわよ教育委員会でも文句言いに行くぞ、すぐに。文部科学省じゃん、だけじゃなく、文句言いに行くからね。文句言いに行ったからかね、なんか、某芸能人がねなんか、在学中にな芸能活動してたってことで、不当な退学行政処分下って、知ってますよ、なんか、小泉さんって方か、この方ぐらい。そてうか、クビになったんですよ、もう数年前の記事数十年前ね、まだ安倍さん。こ その終わった後ね、うんうん、つまりはと政権鳩山小沢総統選党体制ができる前のこの期間中に起こったよもうん、びっくりしたよ兄ちゃんさあもうこの時ウィッグペリアとか、うん、IPA とか知ったよ、うんうん、そう橋本龍太郎この方もそう小泉さんあと同じそう佐藤栄さんお弟子だね大口圭さんあのうんうんも塚もうこの小沢 もう、そう田中角栄のう <laughs>。つまり佐藤栄作です。先生のお弟子さんなんや。おお、すごい。そう、菅義英が一。<对>安倍晋三性敵同士ですもう。対立してたよ、小渕恵三さんの件ねもう暗殺じゃないかで疑って、あ、言ってもごめんね。そう、疑ってもだよ。そうあんな感じ。いったんや。小渕優子さんも黙,黙ってたよ、ね。う <laughs> ん黙ってた。 ん圧力くらってやんのバーニングプロダクションとかキングレコードとかセグマセブンとかモストカンパニーとかああいう連中から圧力食らってたやんタウンエンジェンシーとかワタミプロダクションとかそんな連中から圧力食らってたやんむっちゃ。というわけでみずやお前に関しては国会の承認官も呼ぶからね俺と重村会長あんたも呼ぶからねよあげますのりやすやぶきとしろあとモストカンパニーのそれやまみやあと会社役員チェリーボーイズな ティームうな。あんたら全員呼び出すぞ、国会に。国会に呼び出すぞ。妨害してたの知ってるぞ、選挙期間。にライブしてたの知ってるぞ。ライブしてたの2015の時でもどっかの、妨害してたの知ってるぞ。わざとやってんやな、今回の通報で。よう分かった。反省してないあったんで、もう強行手段ね。芸能規制法は、もうん、もう、芸能人と、音楽家の活動の規制に関する法律、もう、作ること決定しましょもう。公約に盛り込むわ。 盛り込むことを決定。社会対策と社会政策の項目として盛り込むことを決定しました。ちょう。厳しくせんと、この役と同じようにしてるメンツたち、ジャニーズアイドル、ジュニアたちとか AKP、どの高生たち、ああいうたち、こういう連中に、しみられる、我慢できんやて。私たちも我慢できんやて。松竹の件知ってるから、バーニングラクション。お前排除しなき知ってるぞ、恩人きの。 会員資格、一時的に旧停止した、不当な処分した、知ってるぞ、覚えておけ、国会の承認喚も、読めやぞ、この件もしゃべるぞ。だいたあんな、ね、じゃなくて、なさあ、今回の不正選挙の件も、あらいざりしゃべってもらうぞ、逃げたらん、包帯巻いて、なだ状態でも連れてくるからな、おねマスクつけて、バッテンつけた、マスクつけて、せえろ、あんな,あんなの拘束みたいじゃなくて、ここにマスクつけた状態するから、覚えといて。 単純明会安倍晋三は水木の私から賄賂もらってたの知ってるぞ、献金。知ってるぞ、それで、今東京地検特捜。呼ばれても知ってるぞ、この件で。不正選挙の件で呼ばれてる人は、バレても無理やからね。というわけで、小泉さん。小泉純一郎さん。小泉さん。大変だったでしょうね、本来は小泉さん。もうそうし。だって戦いゃいですか、本当に。大丈夫ですよ。もう それはさもう,もう見てたから見てたんや彼のせもう覚えてるから大、うん、泉孝さん芸能界デビューも「うん、そうだよ石原プロモーション」ってバーニングに対策の件で「うん、そうなん俺で言ただよ」って立ち入ろうさ変わってもらうためにやってたんやもう大丈夫もう後ろ盾にいるからそういうことねまあ小泉さんのためにも規制撤廃は推進することを決定しました もう360度変えるわ。共和制に移行することは決定じゃん。日本は連邦制国家でさえ、そういうことでした。お泉さん、ありがとうね。細川さんも小沢さんも、そして小沢さん経由で、はさわさわを栄策、今のところ大総統候補者とも言うべき、山本太郎さん、あなたもありがとうね。お弟子さん、感謝しますよ。南の帝王のメンツたちも竹内さん、ありがとうね。改革推進、てか規制撤廃推進。 のためにあります。改革、成長はない。もっと自由にするします。以上です。では命令。経営